はい、皆さんこんばんは。それでは、グラニーですね、チャプター2やっていきましょう。前回ですね、ガチ初見で、建物の構造なんかマップなんかを把握いたしました。では今回はアイテムを駆使して、脱出していきたいと思いますと。お、バールがあったか。もったいねえな。先使っときゃよかった。ね、バール今あるんだったら先使っときゃよかったな。まあいっか。俺おばあちゃんしか行かない。おばあちゃんのみか。ばあちゃんのみだときついな。じいさんに鉢合わせする可能性あるな。I see you。じいさんいないね。オッケーオッケー。じゃあここやっちゃいましょう。ハンドルか。にちょっと多分来ないかな。ここを落として。全然ないね、アイテムが。アイテム全然ねえや。コップね、今開けてたな、じいちゃん。じいちゃん開けてたね。じいさんね、音に反応はしないっぽい、あんまり。あれにはする。でも。なんかね、監視カメラを見てるらしい、じいさん。あんまりね、気にしたことなかったんだけど、監視カメラがあって、その監視カメラが光ってる時に、その前に撮ると、ウェポンキー、じいちゃんは反応するっぽいのね。あ、やべえな、落としちゃった。よし、どんどん下にアイテムを落としていきましょう。自分が怒っちゃまずいんだけどね。OK。たまーにね、判定が上になったりして、音の判定が、ここ来たりするので、一応チェックしよう。うん、下行ったな。まあ、じいちゃんに関してはもう見つかったら最後って思った方がいい。最後ですか、運がなかったと思う。なんかあるかな、これ。なんもねえか。これ椅子が一個だけ斜めになってるのが気になるよね。これはガソリンかな。とにかくここにアイテムを集めよう。バカ野郎、間違えちゃった。今、やば、間に合うかな。今ね、違うんで、違う、落っこっちゃった。落っこっちゃった、間違えて。まあいいや、でも、どっちにしろ、おじいちゃんも負けたし、よかったでしょう。これで、集めたアイテム、入り口からの脱出と、玄関か、ボートからの脱出、どっちもあるんだけど、どっちも行けるようにしとこう。よし、とりあえずまずボート。ひぃ、変なのがいる。あれ？あ、これか。あれ？え、これガソリンだよね。ガソリンって書いてあるよね。あ、こっちか。ここだ。ちょっとずれてましたね。チュルチュル。これ満タンまで入れる必要ねえでしょう。どのゲームでも言ってる気がする、これ。オッケー。で、この間捨てなきゃダメなのか。マジか。めんどくせえな。
おいしいよ。そしたらば、じいちゃん反応するかわかんないけど、アイアンメイデンにばあちゃんを突っ込んでみるか。じいさん、じいさん反応しねえな。あ、ちょっと浅かったな。今浅かったね。いや、いいや、でも2人とも誘導できたから。したらば、あ、ここあそこを動かすと本棚が動いて、その人にね、嘘でしょ、バレた、いや、バレてないな。本棚が動いて、その後ろにね、ショットガンがあるんですよ。これ発見したんです。なんもない。ね、それはウェポンキーを使えば OK。 よし、よし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 、いいぞ。二人ともやりてえな。あ、ちょ、位置が悪い、当たんないかも、これだと。それ、いや、ちょっと待ってくれ、今当たってないでしょ、ちょっとずれたけどさ。え、三段じゃないのこれ、ちょっと今ずれたなと思ったけど。え、そんなにずれてた今。ちゃんと狙った方がいいな。マジか、もう打たなくてもよかったかな今の。あ、弾がある、ここに。さっきなかったよね。多分、取ったら判定で増えるんだ、弾が。はぁ、マジか。じいちゃんを撃って、じいちゃんからあの鍵を奪わなきゃダメなんだよね。弾一発撃っちゃったからな、今な。一人しかやれねえな。一人か、じいちゃんだけやる。いやー、きついな。じいちゃんだけやる。あー、両方来ちゃうよね、両方来ちゃうよね。そうですよね、両方来ちゃうよな。片方だけやる。ショットガンで二人とも撃ち抜くとかできるか。できないよな。I see you. I see you. じいちゃんだけ撃ち抜く。じいちゃんだけ撃ち抜く。さっきばあちゃんやれなかったらきつかったな。いや、ばあちゃんでもいいか、別に。実際いねえかな。地下に行こう。地下に弾があった。どこだ、じいちゃんどこだ。いないな。よし、でも弾がある、これ弾がある。よし、
後ろからゾンでもいいけど、正面からゾンにするか。え、こっち来て。ちょっとやめてそれ。よし、セキュリティキーをゲット。ちょっとこれ邪魔だな。ホールド。よし、セキュリティキーをゲットしたぞ。1分半でね、結構時間あるってことは、なっていろいろやります。これいらないで、ね、落ちて落ちて。1分半。ハンドル、ハンドルか。ハンドルも、ハンドルも、えい。待て待て、急げ急げ、バールーム下まで持ってきたい。急げ急げ、間に合うか。地下から孵化すんだよ。よし、よしよし。ショットガン弾あと一発と、これか。微妙だな。どうすっかな。バールで入り口したかったね。あ、ショットガンがよくね。あ、一発だけか。そっか、一人やってか。悩む。ちょっと、あ、ちょっと小さいな。あ、来てねえ、来てねえ。汎用性が高いのは、ばあちゃんが言った、じいちゃんが言った。よし、さっき開けたセキュリティルームですね。ちょっとこれはもうすでにやったんですけど、ここです。セーフキー、ここの上に、まあすいません、ここはもう一応先に発見してるんですけど、多分ここアンチエリアなんだよ。ここ狭いからおばあちゃんじいちゃん入ってこれないと思うのね。ここにハンドル、そしてここに弾ありましたね。よし、ちょっと取るのが難しい。で、あれを打ち抜けばここが開くっぽいんだよ。これはね、事前のプレイでちょっと発見済みなんですよね。開いた。よし、でこれを開けるためにはなんかハサミみたいなものが、そのチェーンカッターみたいなのがないと開かないっぽいね。チェーンカッターみたいなの探そう。でね、おじいちゃんがなんで、音が目でしか反応しないくせに、なんで追っていくかっていうと、ここの監視カメラをたまに覗いてるんだよね。ピコピコ変な音がしてて、監視カメラが赤くなってるときは、じいちゃんがこの部屋でこれを見てるとき、そのタイミングで、カメラの前を撮ると、じいさんにも追跡されるみたいな感じだったみたい。ちょっと前回は気づかなかったんだけど。ちょっと。落ちますよね、今。あー、くそ、自分も落ちた。うまく落ちれない。くそー、ばあちゃん反応早いし。まあいいや。セキュリティルームにショットガンは置いてきちゃったのか。まあこれがあるから一応使えるな。
で、もう、でも、これで、これ以上ダウンを取る必要はないので、あ、先に今、あれやっときゃよかったな。そこのハンドルで、ん？誰も来ない。これ片方しびれさせてもいいかもしれないね。あ、じいさん来ねえな。取れろ、取れない。あ、危ねえ。危ねえ。よし。これは、これを回すのは後でもいいから、とりあえずはめるだけはめとこうか。OK。で、ショットガンを取ってくるか。これやったんだっけ？やったんだよね。回収しておこう。あ、これも回収しておきたいな。先回収しておこうか。セーフティーいらないでしょ？で、バールはどっちも開けたんだっけ？落ちたよね、落ちたよね。よしよし。あれ、バール開けたんだっけ？開いてるよね。よし。で、ここ。これ取ってきたいね。これも取っときたいね。間に合うか？セーフキーか。これはね、ここに優しく音の出ない場所に置いて。で、じいさんばあさんをちょっとやりたいね。じいさんがどこにいるかわかんないが、ちょっとな。まずばあさんをやっちまおう。ばあさんを打って1分半、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、あ、そこあったっけ、20、あ、弾あったな、20、そうそう、復活する。いいね、いいね、いいね、いいね。ちょっと待って、ハサミあった。来いよ、武器なんか続くかかってこいよ。じいさんも来い。1、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、これだな、これだろう。 OK、 これと一気にいくぜ。これとこれともうバンバン撃ち殺していく。どうよ、あ、なんだこれ、なんだこれ。よくわからん。よし、なんか死体が出てきた。でも今忙しいからごめん、構ってらんない。
これ見たんだっけ、あ、これ見たんだっけ、これ地下と、地下とあれか、ここ見たっけ、ポートキーか。あー忙しいなこれ。これか、急げ急げ急げ、ちょっと待って、これボートキーまで無理か、無理か、よしよし、ハンドル、ハンドルボートプラグ、これボートか、揃ってんじゃねえのこれ、待って、孵化する音してるな。これ使えるよな。よし。待ってね。あー、ばあちゃんか。取れない。ダメだ。針が取れなかった。針取りたかったな。じいちゃん来てるよねこれね。パッと刺さった瞬間取れればいいんだけど取れないんだよな。30秒くらいしかないな。外した。まあいいや。外したものはしょうがない。よし。これかプラグか。プラグを挿して、OK。あとね、多分これがないとあそこは開かないんだよね。あとハンドルか。ハンドル落としたよね。二人とも誘導できればいいかな。ボートキーはそこにあるよね。ボートキーはそこにある。よし、俺は何度も死に戻ってここまで来てるんだ。頑張ろう。待て、我慢しろ我慢しろ。いやー、ばあちゃんが来ない。ばあちゃんが来ない。ああ、くそ、ばあちゃんが来なかったな。ダメだ。片方じゃ危ない。もう一度だな。じいちゃん上がってった。じいちゃん、音にはあんまり反応しないくせに。あれ？ピアノ弾いてる？ピアノ弾いてんな。どうかな。あ、ほぼ同時。ご苦労様です。ピアノ弾いてたのか。これだな。これとボートキーがあったから、ただこれ下に降りれねえから、弾ももうねえし、まあスタンガン使えなくもないけど、スタンガンは最終だな。まあ最悪これ持って下まで行って殴られてもいいかなって感じ。
どこまで運べるかって感じね。多分これ見つかった。まあ見つかったんならそれはそれで。あっくそ。これはでも運べた。これは嫌な罠ですね。実にいやらしい罠でした今ね。絶妙な。ただボールは運びました。ちゃんとゴールまで。ボートキーと、あと、あ、でもどうしようかな。なんとかパッドキーがどこだったかな。待ってね。これが、ボート。これが、あれか。あれだな。OK。一応、運んでて、あと1日あんのか。あと1回殴られても大丈夫かな。これどこにつけるのこれ。ボートステアリング、こっちか。エンジンスタート。オッケー。待って、まだ。ここと、あと、キーだね。よし。タイガーと一回殴られても大丈夫なので。これがちょっとね、でも厄介だな。多分鍵をさカラーンってやったら来ちゃうんじゃないのか。ですよね。そしたらこうかな。これじゃどうよ。来るかな、こっち。ナムさんだね。最後に出た音の方に行ってくれれば。あとはボートを鍵をゲットして脱出すればいいのか分かんないけど、でとりあえずトラップに注意しよう。この狭い道にトラップを置かれる可能性があるので。あと一発殴られても大丈夫だから。よし。いやー、なんでここを開ける音でバレちゃうの。なんで。いや、でもこれで ボートの鍵があってエンジンスタートできればクリアですね。で、これが一応ボートの鍵。これでエンジンかかればね。罠に注意しよう。よし。頼むぜ。よし！来た！いやー、よかった。ギリギリだったね。いや結構苦しんじゃったな。多分まだ多分ね、その攻略法が分かってないので相当苦しんだかもしれない。これちょっと難易度上げてね、入り口脱出もやってみたいもんですね。はい、というわけで今回は一応ノーマルをね、ボート脱出で成功させました。お疲れ様でした。